だ暴れたきゃこの海で俺の名を背負って好きなだけ暴れてみろ俺の息子になれお前らなんであいつのことを親父って呼んでんだ やってくれエース隊長黒ひげティーチだあいつら仲間殺して逃げたんだぞ俺がけじめをつけん妙な胸騒ぎがしてなエースを止めてくれティーチから手を引け鉄の掟を破ったのさ待てよティーチ白ひげの時代はもう終わりだこの二人の海賊の争いは後に起こるあの極めて大きな事件の引き金として語られることとなる白ひげの船の二番隊隊長危険のエースの公開処刑が確定したそんなことしたら白ひげが動くのでは戦争が起きるぞ嫌われ者だからよい嬉しいんだなただの言葉でも